どうも、皆さんこんにちは、ジャックバスです。本日はですね、月額制宿泊サービスであるハフ、昨日ですね、テレビ東京のカンブリア宮殿で特集されておりましたよね。 皆さん、見られましたでしょうかね私はね、結構もう食い入るようにね、えー、見てたわけなんですけども、私もね、利用させていただいているこのハフがですね、今回ね、テレビで特集されたということで、今回ね、改めまして、このハフがね、どういったサービスなのか、まあ、私個人的にね、おすすめなのか、おすすめじゃないのかをですね、解説ね、やっていきたいな、なんていうふうに思いますので、気になる方、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 ということで、今回ね、カンブリア宮殿で、このね、月学生宿泊サービスのハフがね、特集されましたということで、この内容はですね、もしね、見たいよっていう方は、おそらく TVer で今後見られるのではないのかな、なんていうふうに思いますし、もしね、すぐね、見られたいっていう方は、てえー、テレ東ビズっていうのをね、 登録していただくと、しばらくね、無料で利用できるみたいなんで、そちらからね、無料期間内はね、見れるかな、なんていうふうに思いますので、そちらでね、ぜひチェックしていただければな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、今回ね、カンブリア宮殿で、ハフがね、特集されましたということで、まあ、サービス内容がね、いまいちわからない方もね、まあ、いらっしゃると思いますので、今回ね、まあ、一から解説していきたいなと思うんですけども、この月額制宿泊サービスっていうのは、まあ、私はね、マリオットとかヒルトンとかね、 いろんな外資系のホテルね宿泊させていただいておりますけどもハフ,フも同様でですね誰にね会うか誰に合わないかっていうのはね本当に人によってね変わるっていうふうになりますんで。 このハフもですね、合う人合わない人ね、まあいらっしゃるかな、なんていうふうに思いますんで、まあご自身でね、いいなと思えばですね、利用してみていただければいいなと思いますし、まあこれちょっと合わないなっていう方は、まあ利用しなければね、いいっていうふうに思いますので、まあこういった感じでね、今回のはね、見ていただければなと思います。で、このね、ハフの月額制宿泊サービスっていうのは、名前の通りですね、サブスクなんてね、言われておりますけども、 月額でお金がかかる宿泊サービスっていう風になるんですよね。ここはね、あの最初にね、理解しといていただきたいなと思うんですよね。ですので、サブスクっていう風になりますんで、毎月ね、コインがもらえるわけなんですけども、このコインを使ったとしても、使わなかったとしても、 このね、サブスク代金っていうのはかかるんですよね。ですので、今ね、キャンペーンやっておりまして、初月ね、2940円で、えー、2月2ヶ月目以降は9800円っていうね、この新しいニュースタンダードプランが今やってるんですけども、こちらもですね、今登録すると3000円速攻課金、まあ2940円ね、速攻課金されます。で、1ヶ月はそちらで利用できて、まあ2ヶ月目以降は9800円課金されていくわけなんですけども、決済ね、した時点で、このね、 金額が落ちます。ですので、まあ今日ね、登録したら1ヶ月後には9800円が落ちるっていった形になります。これがサブスクっていう風になっておりますんで、この利用しても利用しなくてもね、お金がかかるっていう点は、 こちらね、注意していただければなと思います。もうここでね、あ、サブスクがちょっとやだなっていう思った方は、利用しない方がね、いいのではないのかなと思います。ホテルはね、まあよく利用する方、めったにね、利用しない方、まあいろんな方ね、いらっしゃると思うんですけども、私もね、この月額制宿泊サービスね、今はね、 あの、こういった感じの2940円初月ね。で、2ヶ月目以降9800円のプラン。今ね、1プランなんですよね。ですので、以前はね、あの、もうちょっといろんなプランあったりしたんですけども、まあ私もね、一番低いプランずっと使っててですね、あ、今月利用しないのに課金されちゃったみたいなね。まあそういうこともありますので、まあこのサブスクっていう点はですね、ぜひね、覚えておいていただきたいなと思います。で、次にね、料金体系なんですけども、先ほどからね、出していただいている通り、こちら 今ね、4月30日まで2940円70%オフでね、今ハフがね、入会することができます。こちらね。 以前はね、結構この安くなったらね、3ヶ月解約できないとかね、結構あったんですけども、今はね、もう何にもなく、2940円で初月使えて、1ヶ月以内に解約していただければ、もうこれしかね、かからないので、まあ、利用して、あの、お試しでね、利用されたい方はですね、ぜひね、今のうちに利用していただければなと思うんですけども、外来にね、こういう付き載せておけますので、もし気になる方はそちらね、見ていただければなと思います。2940円で、 一ヶ月、二ヶ月目以降は9800円、三ヶ月も。 目も9,800円って言った形になります。まあ本来9,800円っていう感じですね。まあこちらがですね、ワンプランで今提供されておりまして、こちらを利用すると、毎月ね、300コインがね、付与されるって言った形になります。で、概要欄のね、URL から利用していただくと、さらに200コインがもらえるっていうふうになりますんで、500コインがね、獲得することができます。2,950円、2,940円を払って、500コインがね、獲得できて、その500コインで、 ホテルにね、宿泊していただくっていう風になるんですよね。で、以前はですね、月に何泊までみたいなの決まってたんですけども、今ね、ワンプランで宿泊制限っていうのはありません。ですので、コインがあればあるほど、まあ、何泊でもね、ホテルには宿泊することがね、できるようにシステムがね、変更されておりますので、コインがね、あればあるだけ宿泊ね、することができるんですよね。で、このね、 ハフの宿泊についてなんですけども、ハフのね、あの、ホテル検索を見ていただくと、こちらね、OMO3 って読むのかなちょっと読み方がわかんないんですけども、東京アカスカのね、星野リゾートの、えー、昨日もカンブリア宮殿でね、出ておりましたけども、まあ、こういったホテルありますよね。右下の方に必要コインは250コインって書いてありますよね。こういった感じで、ホテル別にですね、コイン数が振られてるんですよね。ですので、今回ね、 え、初回2940円で入会していただいて300コイン。で、えー、概要欄からのね、URL で、え、プラス200コインで合計500コインね、もらえますよね。ですので、2940円で、この星野リゾートの東京赤坂のね、えー、ホテルに関しては2泊ね、することができるっていった形になるんですよね。 ですので、この必要コインっていうのは、まあ、ホテルごとによってね、違うんですよね。こちら東京大塚の星野リゾートですけども、こちらだと275コインがね、必要っていう風になりまして、まあ、こちらのね、沖縄那覇の星野リゾートであれば、200コインで宿泊することが一泊ね、できるっていった形になります。まあ、こういった感じで、ホテルごとに必要コインがね、変わってるっていう風になりますんで、まあ、考え方で言うとね、必要マイル数みたいな、そんな感じですかね。 ですので、まあ、サブクスだけはね、契約して、まあ、必要コインがあればあるほど、まあ、宿泊することがね、できるっていった形になるんですよね。ですので、今やってるキャンペーンで言うとですね、2980円で500コインがもらえますよね。で、先ほど言ったね、星野リゾート、250コインとか200コインとかのね、宿泊できるところであれば、まあ、2泊ね、することができるっていうふうになりますんで、まあ、ここで1泊1500円とかではね、宿泊することできないと思いますので、 そう考えるとですね、今のキャンペーンはね、かなりお得っていう風に言えますよね。これだけ聞くとですね、非常にお得ですよね。まあ、これはね、本当にお得ではあるわけなんですけども、このね、コインが必要っていうことは、まあ、言い換えればですね、コインがなければ、一泊も宿泊することができないんですよね。ですので、まあ、9800円で毎月ね、300コインね、もらえるわけなんですけども、 もっと必要コインがね、あの、たくさんあるようなホテルになってくると、もうこの9800円をですね、毎月課金して、この300コインを貯めてってね、利用していただくみたいな。まあ、こういった形になりますんで、まあ、お金はね、結構かかってくっていうふうになりますよね。一月9800円。今はね、初月だけ2940円ですけども、まあ、これがね、1年間続けば、まあ、だいたい12万円ぐらいね、支払う形になりますんで、1年間で12万円って聞くとちょっとうって思いますよね。まあ、これがね、あの、毎月支払って からあんまりこの感覚はねまあなくなっていく感じなんですけども、まあ、ハフっていうのはですねこういった形になってるんですよねですのでまあこのキャンペーンでね利用していただくのはね非常におすすめっていうふうになるわけなんですけどもずっと使っていくっていうのはまぁ、あ、ちょっとねいろいろ検討してからね決めた方が個人的にはねいいのではないのかななんていうふうに思います それでは次にですね、このハフっていうのはですね、掲載されてるね、ホテルが非常に多くてですね、今ね、2022年7月時点では、国内外36の国と560都市、船舶以上が対象になっているっていうふうになるわけなんですけども、海外とかでもね、利用することができるんですよね。まずこちらがバンコクですね。 これもね、全部じゃございませんので、これよりね、必要コインが多いホテルも少ないホテルもね、もしかしたらあるかもしれません。で、あとね、シンガポールとかもこういった形であるんですよね。はい。で、こちらもね、最低は200コインとかからね、宿泊することができますんで、まあ、今回のキャンペーンでゲットしたね、コインで海外で使うっていうのも全然ありだと思うんですよね。で、こちらはえ韓国ですね。韓国は結構必要コイン数が少ないホテルも結構多いですね。 はい。で、次に、なんと、ハフはですね、昨年だったと思うんですけども、ハワイもね、利用することができるようになったんですよね。ちょっとね、ハワイはハワイなんでね、はい、必要コインはね、かなり多いんですけども、一番少なくても、ここで見ているだけでも、え1400なんで、まあ、かなり高いですよね。まあ、一応ね、 ハワイでも利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、ここでね、利用していただくのもね、えー、結構いいのではないのかなと思います。まあ、ここまでね、コイン数を貯めるのは結構大変だと思うんですけども、まあ、一つの使い道としてですね、ここら辺で見ていただくのも、まあ、いいのではないのかなと思います。一応ね、あの、ヒルトンとかマリオット系のね、あの、掲載もありますけども、ステータス特典はね、利用することはできません。 はいということで今回ですねハフをね個人的に解説ねさせていただいたわけなんですけども最後にね私個人的に、えー、メリットデメリットね、えー、話していきたいなと思うんですけどもハフのね最大のメリットはですね 土日祝前日でもですね、こちらね、必要コインが変わんないんですよね。また、繁忙期も変わんないんですよね。ですので、ゴールデンウィークとか、年末年始とかね、こちら開放されていればですね、必要コイン数は同じでね、利用することができるっていうふうになりますんで、基本的にね、マリオットでもヒルトンでもね、ポイント宿泊しようと思った時に、やっぱり平日と土日ってポイント数違かったりしますよね。 こういったことがですね、ハフにはないんですよね。しかもこれがね、国内外問わずね、同様に利用することができるっていう風になりますんで、これはすごいですよね。昨日のね、あのテレビでも触れられておりましたけども、やはりね、あの祝前日金土とかのね、滞在はまあ赤字になっているそうなんですよね。まあそれを平日でね、あの利用してもらって補填しているみたいな、まあそんな感じで全部のね、あの曜日、一律でね、コイン設定してるみたいなんですけども、 これはね、本当に土日祝日とかね、まあこういった方、あのお休みの方はですね、非常にいいですよね。またね、ゴールデンウィークとかね、ホテルめちゃくちゃ高くなるじゃないですか。まあこういった時にもですね、ハフで、ね、同じコインで利用することができるっていう風になりますんで、この点はね、非常にいいですよね。次にですね、キャンセルが前日まで無料なんですよね。 これもね、本当にいい点ですね。まあ私はね、まだ小さい子供がいるんで、本当にね、いつ風邪ひくかわかんないんですよね。ですので、ハフで予約を入れてて、 子供風邪ひきましたっつって、キャンセルしたことね、もう2回か3回ぐらいあるんですよね。それでもやはりね、前日までキャンセル OK ですので、またね、星のリゾートとかね、キャンセル規定厳しかったりするんですけれども、このね、ハフで利用していただければ、前日までね、キャンセル無料で利用することができるっていう風になりますんで、こちらはね、かなりおすすめポイントっていう風になります。 まあ、こういった感じですかね。冒頭にも言った通り、この旅行系のサービスっていうのは、合う合わないっていうのはね、絶対ありますので、まあ、ご自身に合うなと思ったら、えっ、ー、と、試してね、今回2940円で利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、一回利用して、 やめるかかもももうううサブスクってて聞いい嫌だって思う方はもう利用しないかまあ、それでもね、いいと思いますので、まあ、個人的にはですね、ホテル高騰してるね、夏休みとか、ゴールデンウィークとか、繁忙期とかね、まあ、こういう時に狙って、まあ、利用するっていうのもですね、まあ、ありなのではないのかなと思います。普通に9,800円、あの、通常かかるじゃないですか。まあ、多分ね、ゴールデンウィークというに都内のホテルとかと思ったら、多分9,800円じゃ多分効かないと思いますんで、まあ、こういった感じでね、うまく利用してみていただいて、まあ、利用してよ よかったら使うまあダメだったら使わないいっていう感じですかねまたね1年間ずっと有料プランでいる必要もございませんのでまあ1年間ずっと使ってたらね年間12万円かかっちゃいますけどもまあそうではなくてまあ私みたいにですね使う時あ来月使うかなみたいな時にプラン変えるみたいなねまあ今まではですね私が使ってた頃はあの3000円だったんですけども今プランなくなっちゃったんでそのプランもう有料に切り替えたり一撃で1万課金され9800円か 課金されてしまいますんで、ここもちょっと踏み込むね、あの、あれにはなるわけなんですけども、まあ、利用したい時に使うみたいなね、まあ、そういった感じでね、あの、うまくね、あの、使っていただければね、あの、お得になることもね、結構あるかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、気になる方、利用してみていただければな、と思います。またね、一つね、大きなニュースがありまして、昨日テレビでもね、軽く触れられておりましたけども、このハフっていうのは、JAL とね、今、提携を組んでいるんですよね。で、 今後ですね、コインで航空券がね、取れるようになって、さらにね、マイルもフライオンポイントもね、貯まるっていう風になるんですよね。ここはね、非常に注目していきたいですよね。これでね、かなりお得に利用できるのであれば、ハフもね、かなり激推しできるんじゃないかな、なんていう風に思っておりますので、これもね、来月の半ばぐらいにね、詳細発表されるっていう風になりますんで、もしね、 めちゃくちゃいいよっていう内容だったらね、また動画出したいなぁなんていうふうに思いますので、そちらもね、楽しみにしておいていただければなぁと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなぁと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。